小学校の授業はしっかり聞いてましたか？まあ、いや、不登校気味だったからね、その辺結構、算数とか国語とかなんか勉強しなくてもできたみたいなとこあるけど、理科とか社会とかね、結構つまずいてたね、小学生の頃からね。なんか、だから高校生の時とかも、世界史とかも全然わかんなくて、授業も聞いてなかったから、7点とか取ってたけどね。まあ今だったら結構世界史逆に興味持って、自分で勉強したから、したりしてたから、今高校生のテスト受けたら、それなりに点数取れるんじゃないかと思うんだけどね。全然しっかり聞いたことない。ただ、耳学問っていうのがあるからさ、なんか、ただ言ってるだけでも聞いてない風で聞いてるからね。全然不登校とかと本当にわかんなくなっちゃうから、私みたいにね。それはちょっと問題あるのかなと思いますけどね。一応、なんか何にも聞いてない風でも行きゃよかったかなみたいなね、ところはありますけどね。